こんにちは、 YouTube 校の受験もんです。今日はですね、この超入門英文解釈の技術60と入門英文解釈技術70の違い、そして共通して知るべき勉強法、このね2つ話していこうと思ってます。僕は基本的にはね、この解釈70の方を使ってですね、偏差値が30、40の人を60まで引き伸ばしてきたというね、実績があって、基本的にはこちらの方を推しています。というのは、これをやれば、早稲田の教育とか文化構想、人間科学部、スポーツ科学部あたりはですね、結構解釈できるんですね。だから、マーチとか、カンカン同率も全然網羅できますし、国立の二次試験、中堅国立ぐらいであれば十分太刀打ちできるから、こっちをね、基本的に進めてますが、例えば日東駒線とか、参勤交流とか、あるいは地方の国公立二次試験レベル、あるいは共通テストだけ必要だという人であればね、実はこっちだけでいいんですね。超入門って書いてあるけども、そこまで入門でもないというね、皮肉がやっぱあって、これも入門って言いながら一流どこの大学にも、ね、対応できる参考書なんで、そこはまずしっかり認識してほしいポイントとしてありますね。構造としてですね、こちらのね解釈だと基本的にはこう例題があって、例文があってですね、その解説が詳しくあるという構成だったんですけど、今回の、ね、60も基本的には同じような構成になってます。が、今回ですね、かなりグルーピングっていうんですかね、この文系の把握だとか、関係詞の把握だとか、順動詞の把握、ビズ構文の把握とかね、省略の把握とかですね、細かいね、グルーピングがより分かりやすくなっているかなと思います。構造としては、例題があって解説があるっていう流れは一緒なんですけども、かなり文法の種類に分けて構成されているものという点ではね、やっぱり超入門というだけあって、勉強しやすい形になってるなっていう風な印象です。で、またですね、演習問題もかなりね、こうやって余白があるので、役を書いたり SVOC をね、やったりする余白が十分あるというのが特徴的で、で、また解説もね、しっかり演習の方も施されてます。なので、この5つやりきれば相当の鍛錬がね、積めるので、大まか SVOC の重要な構造の把握っていうのは、結構この参考書だけでもできるかなと思います。CD もついてるんで、リスニング対策にも十分有効ですし、スラスラ読めるところまでに導いていくためのこの音声把握っていうのもね、しやすいというのが特徴です。はい。ということで、この2つのね、違いとしては、日東駒線、参勤交流、地方の国公立二次試験で英語を使う、あるいは共通テストだけだという人はこっちでいいし、それ以上の人はね、こっちを使うのがいいかなと思います。またね、一部のね、より難しい難関国立や慶応とか、早稲田のね、上位学部に関しては、この1個目のね、基礎100とかね、そのあたりを使ったり、場合によってはポレポレもね、追加でやっていただくのがいいかなと思います。ということで、これが違いでした。勉強法について話していこうかなと思います。で、勉強法はですね、60も70も変わらないんですが、基本的には2つのねポイントがあると言いましたが、1つはスラスラね SVOC が分かるということ、そして2つ目はスラスラ訳が言えるということ、この2つをね意識して勉強してほしいんです。この2つだけです。勉強法として具体的にどういう風にやっていくかというと、まずね、この例題があって、例題の SVOC をしっかり把握してほしいと思います。それはこの解説を読めば分かると思います。で、もうね、この構造がすぐ分かる人はもう解説は読まなくてもよくて、あとはこの語句の意味を確認しながら、この文章がね訳せるかどうか、実際に紙に書いてね訳すのはやった方がいいですね。1回だけでもいいからやってほしいです。で、構造も分かって訳もできたならば、あとはこれを反復音読してスラスラ読めるまでやるということですね。で、大体目安としては1日5回この例題の文章を音読していく、そして英語日本語の順でね訳していく、そしてこれを大体6日間続けてほしいんですね。1週間続けるならば1日休んでもいいから、6日間連続でやると大体30回ぐらい音読できますよね。で、そのぐらい音読したら結構スラスラね、もう読める状態になってます。で、さらにまだまだスラスラ読めない文章があるんであれば、復習も同じように回数をこなしていくってことをやっていただきたい。この発音の仕方がわからないという人は、この音声を CD をね聞いて把握する、これ非常に大事ですし、聞こえる音をまずはカタカナでいいから書いてもいいと思います。で、あとは聞き込んでスムーズなね英語の発音を知って、そしてそれを自分なりに発音してですね、馴染ませていく、こういう風な勉強をすると、最初に言ったねスラスラ SVOC に分けて、そしてスラスラ訳せる状態になるってことなんですね。はい。こちらのですね、例題を60問やった後は、同じようにですね、この演習の方もトライしてほしいんですが、基本的には、もう基本例題60題やった後なので、スラスラね、これ SVOC 触れたり、訳すことができないといけないわけですね。ただ、SVOC には分けてほしいんだけども、単語がわからない。熟語はわからない、それはあるかもしれないので、それはこのね解説を見て意味を確認して、こういうふうに訳すんだっていうふうに確認できれば OK です。で、こちらもですね、
基本的には音読をしていくんだけども、知らない単語が含まれている文とか知らない熟語が含まれている文だけねピックアップしてやってもいいです。もう SVOC も分かって訳も分かる文章はこちらはね外してもいいかなと思います。またねこういうふうにちょっと若干長めの、ね、例題がありますが、例えばこれ一つの例題ですけど3つのね文章で構成されています。最後の文だけちょっと自分が知らないね単語熟語があるのであれば、最後の文だけ読んで前の2つもね読み飛ばしてもいいのかなというふうに思います。はい、そういうふうな、ね、流れでこの参考書を勉強していただくと相応の、ね、英語の文章を読む力身につきますので、ぜひ、ね、この動画を参考にしてやってほしいなと思います。より詳しいこの勉強法の動画はまた別に出そうと思ってますので、また、ね、楽しみにしておいてください。ということで今日は、ね、超入門英文解釈の技術60と入門英文解釈の技術70の違いについてお話してきました。本日は以上です。ではですね、この YouTube 未公の LINE を用意しました。シーズンによって、ね、登録特典が違うんですが、今は3つの特典をご用意しています。1つ目は偏差値29から最短で偏差値60になる勉強法というこの、ね、電子書籍、これを LINE 登録直後すぐに送ります。2つ目、早慶英語完全攻略ガイド、これはですね早慶の長文の攻略法、そして具体的な対策、これを詳細にまとめた、これも PDF の電子データ渡します。すぐ送ります。3つ目のプレゼント、パンと、ね、英文読解でどうしても欠かせない現代文の力講座っていうね全12項の無料動画をプレゼントします。この動画の概要欄にあるリンク先、もしくは QR コード、あるいは LINE ID から登録ください。皆さんから登録をお待ちしてます。